ただいまから令和3年度西条市議会報告会産業建設委員会の報告を始めます。それでは委員紹介を行います。越智俊幸です。楠木学です。西坂久志です。高橋明則です。塩崎武弘です。副委員長の佐々木充です。委員長の川俣由美恵です。産業建設委員会は以上7名で構成されております。産業建設委員会は産業経済部、農林水産部、建設部、農業委員会に関する事項を所管し調査・研究を行っています。今回皆様にご報告する内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症関連の支援策について重点的に報告させていただきます。私、産業建設委員会委員長の川俣由美恵が報告いたします。コロナ禍における令和3年度の支援事業は大きく分けて4点あり、1点目は中小企業等チャレンジ支援事業、2点目は電子商品券発行事業および地域消費喚起対策事業、3点目は頑張ろう事業者応援給付金支給事業、4点目は愛媛版応援金支給事業となっております。まず1点目、中小企業とチャレンジ支援事業とは、地域経済の活性化及び雇用の安定確保を図るためポストコロナ、ウィズコロナ時代に向けた社会経済の変化を見据え、業態転換や経営力工場など新たなチャレンジに積極的に取り組む中小企業者等を支援するものであります。一次公募では想定を超える市民の方々に応募をいただき、申請期間初日の令和3年5月20日に募集締め切りとなってしまったため、9月定例会において二次公募を行うための補正予算が提出されました。次に2点目、電子商品券発行事業、地域消費喚起対策事業とは、西条市プレミアム付き地域応援券石槌半札を紙版とデジタル版の2種類で販売するものであり、デジタル版では本市独自のスマートフォンアプリを活用し QR コード決済で使用するものです。この商品券は 25% のプレミアム率がついており、コロナ禍で消費の落ち込む地域の飲食業を中心とした小売サービス業等への対策として、消費活性化の効果とそれに続く事業者の速やかな資金確保が期待できる電子商品券の導入を図り、地域経済の好循環を創出することが目的となっています。次に3点目、頑張ろう事業者応援給付金支給事業とは、新型コロナウイルス感染症により経営に悪影響が出ている中、事業継続に頑張る事業者に対し応援給付金を支給するもので、令和2年度に続き2度目の実施となりますが、市内で事業を営む農林水産事業者、小規模事業者、中小企業等を対象に、収入の減少が 20% 以上、50% 未満の方は10万円、
国の持続化給付金の受給者及び収入の減少率が 50% 以上の方は20万円を給付します。最後に4点目、愛媛版応援金支給事業とは、2回目のまん延防止等重点措置の適用に伴い苦境に直面する事業者への支援として県市町連携事業として行うもので、中小企業者等に20万円、個人事業主に10万円を支給するものです。対象者は県内に本社を有する中小企業者や個人事業主ですが、令和3年6月から9月に時短要請の対象となった飲食店や国の月次支援金等を受給した事業者は対象外となります。それでは各施策について委員会で行われた質疑をご報告いたします。中小企業等チャレンジ支援事業については委員から令和3年5月20日の申請開始の1度目の募集で採択を受けた事業者の取り扱いについて質問がありました。これに対し理事者側からは、公平性を確保するために1度目の募集で採択を受けた事業者以外を対象に優先公募を実施し、その後優先公募の申請状況に応じてすでに採択されている事業者も含めた一般公募を実施、なお優先公募の期間は開始日から1週間から10日程度を想定しているとの答弁がありました。次に電子商品券発行事業については、委員から事業の対象者がスマートフォン等の利用者に限定されるため、スマートフォンなど利用できない市民に対して配慮が不十分であり、誰もが利用できるような方法を検討するべきであるとの意見がありました。これに対し理事者側からは、この中での新たな生活様式により電子決済の利用拡大が見込まれることから、電子商品券による消費活性化にチャレンジしたいと考えているが、指摘を踏まえて対応を検討したいとの答弁があり、その後地域消費喚起対策事業として紙媒体の商品券の発行が実現されました。最後に頑張ろう小規模事業者、農林水産事業者応援給付金支給事業については、委員から令和2年度に行われた1度目の応援給付金について6億2850万円が減額補正となった理由について質問がありました。これに対し理事者側からは、1ヶ月の売上が2割以上減少した事業者を給付の対象としていたが、想定していた事業者数の 26% 程度の給付実績に落ち着いたため減額補正を行ったとの答弁がありました。新型コロナウイルス感染症関連の支援策については、主に以上のような審査が産業建設委員会において行われました。また産業建設委員会では、現在建設中の北側1日線について、令和3年3月に現地視察を行いました。この北側1日線については、令和4年3月に県道西条高線から御殿前通りまでが開通することにより、すべての区間が開通となりますので、ぜひご利用ください。いついかなる時代であっても、1次2次3次産業において皆さんが意欲を持って
元気で明るくお仕事ができる社会の実現のため、私たち産業建設委員会一同頑張っていきます。今回は委員会において審議された内容を報告させていただきました。西条市議会で開催している本会議、委員会の様子はどなたでも傍聴できます。議会や議員の活動状況、市政の動向を知る場でもありますので、皆様ぜひ傍聴にお越しください。傍聴可能な会議の日程やその他議会の情報を西条市議会のホームページやフェイスブックに掲載しておりますので、こちらもぜひご覧ください。以上で令和3年度西条市議会報告会産業建設委員会の報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。